アントニオ・リュディガーは、ドイツ・ベルリン出身のサッカー選手。プレミアリーグ、チェルシー FC 所属。ドイツ代表。ポジションは DF。ドイツ人の父とシエラ・レオネ人の母のもと、兄に、シエラ・レオネ出身のサッカー選手、サー・セネシエがいる。ヘルタ・ツェーレンドルフのユースチームでキャリアをスタートさせ、ボルシア・ドルトムントのユースチームを経て、2011年に、 VFB シュトゥットガルトユースに移籍した。2011年7月23日、アルミニアビリーレフェルト戦でプロデビューを果たした。2012年1月29日、ボルシアメンヒエングラートバッハ戦でトップチームデビューを果たした。2015年8月19日、セリエ A の AS ローマへ2016年6月まで1年間の期限付きで移籍した。 2015から16シーズン終了後、AS ローマは、ルデガーの買取オプションを行使した。2017年7月9日、プレミアリーグのチェルシー FC と5年契約を結び、背番号は2であることが発表された。11月29日、第14節のスウォンジーシティ戦でプレミア初ゴールを決めた。2017から18シーズンは27試合に出場し、 アントニオ・コンテ監督の信頼をつかんだ。2018から19シーズンは、監督が、マウリツヨ・サンリに交代するが信頼され続け、前シーズンを上回る33試合に出場した。2019年2月のマンチェスターシティ FC 戦では、チームが0から6で大敗した中、サポーターをなだめ拍手されるなど外からの評価も高かったが、 4月28日のマンチェスターユナイテッド FC 戦で左膝を負傷した。2019から20シーズンは監督がフランク・ランパードに交代し、前述の怪我の影響で出遅れたものの、第5節のウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC 戦で復帰した。2020から21シーズンはシーズン当初からランパードとの対立が報じられ、ベンチ外の状態が続いていたが、 シーズン途中に監督がトーマス・トゥヘルに交代してからはレギュラーに復帰した。2014年5月13日に行われたポーランド代表との親善試合で A 代表初出場を果たした。フランスで開催されるユーロ2016のメンバーにも選出されたが練習中に右膝十字体人体を断裂し代表から離脱することになった。2017年5月 ロシアで開催される FIFA Confederations Cup 2017の代表メンバーに選出された。2017年10月8日のワールドカップ予選アゼルバイジャン戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。